我らの時代の歌作品76はセルゲイ・プロコフィエフが作曲した組曲。ソビエト連邦の作曲家には愛国的、政治宣伝的な内容のテクストを用いて大衆が歌えるような楽曲を生み出すことが求められていた。プロコフィエフのそうした作品の第一作は6つの歌作品66であり、本作は作品66に続く第二作目である。 この2作の間には非政治的な作品も書かれているが、10月革命20周年記念のためのカンタータのようなさらに規模の大きな政治的楽曲も作曲されている。曲には様々なテクストが用いられており、作家サムイル・マル・シャークの作品は質が高い一方で、体制側の詩人だったバシリー・レベジェフ・クマチによる部分には疑問符がつく。さらに、 ウクライナやベラルーシの民謡であるとして、共産党の機関紙、プラウダから取られた箇所もあるが、これはおそらく、アレクサンドル・マシストフが創作したものであろうと思われる。初演は1938年1月5日に、モスクワにおいて、アレクサンドルがウクの式により行われた。しかし、テクストに、スターリンの名前があることから、フルシチョフ体制後に、 スターリンへの言及が禁じられた1950年代から1990年代までは演奏されることがなかった。全曲が波長長もしくは都長長で書かれた旋律豊かな明るい作品となっており、ショスタコービチが当局からの圧力に従って書いた当局向け作品に比べてたくましい音楽となっている。プロコフィエフは1937年の大晦日に フラウダへ寄稿した記事に社会主義時代の理想に合致する音楽語法を探索することは容易な仕事ではない。しかし非常に興味深い仕事であると書いており、タヤスク当局の期待するような作品を作曲することができたようである。発曲から構成される。演奏時間は約26分。更新曲鏡を超えてさらば、黄金のウクライナ兄弟のための兄弟を止めたち20歳。 子守1十月の炎、ありがとうございます。